これから生きていくのか、共働きって必須じゃないっていう。だってさ、そういうね、単独で1000万稼ぐのってかなり大変だけどさ、年収、600万、400万だったら不可能な範囲じゃないじゃん。っていう話。やばっ短い語れるっていう。なるほど。僕ね、別にね、あの専業主婦がいいって言われたら別にいいよっていう人なんだけど、まあ言うのはもうごもっとも、それはごもっともだけど、本当に親とかはすごくて、働きながら家事って本当に大変だから、だと思うから、あの本当にそれはしんどいです。専業主婦、もう家事を私がするなら専業にさせてくださいっていうんだったら、もう全然いいよっていう。あ、働きながらね、家事がね大変じゃなくてね、働きながらね、育児が大変なんだよね。まあね、あとそのなんかいろいろこだわり始めるとね、マジで辛くなってくるんだよね。この前もあったらさ、なんか、買ってきた刺身をパックごと出すとかなんなんみたいなのがさ、バズってたけどさ、いや俺別にどうでもいいじゃん。それ誰側の、夫側の意見。そう、うわ、買ってきた刺身をさ、そう、パックごと出すってなんなんみたいな、夫が言ってるのさ。共感してんの今、旦那に。いや、旦那に共感してないよ。ああ、旦那に共感してんの。旦那には共感してないよ。パックで出さんだろうの方じゃなくて、いや別に食えりゃいいじゃん。ああ、そっちね。そっちね。俺別にパックで、いやどっちでもいいんだけど、あの俺パックで食べてもいいし、けどパックで食べたくないんだったら自分でやれよって思うし、ここで僕は一石を投じるんだけど、僕パックで出してほしくない派でしょ。あ、いや、それはどうでもいい、別にいいんだけど、そもそも刺身食えないっていう、いや、そんなこともどうでもよくてそこじゃないでしょ、一石を投じたい、この話ってそこじゃないでしょ。刺身で、刺身を例えにしたせいで、え、これ何、もう飲んでいいの俺。いや、食べてよその最悪に徹してくれる。いや、しないよ。まあ、僕はひよ今、昼から飲まんけど、マジか、飲んでいいんじゃん、別にもう、じゃあ、寝るもんね、飲んだら、この人。俺ね、なんだっけ僕、俺、話してる時に話かぶせたら使えないの。いや、全カットになっちゃう。いや、いや、使うけど、脱線だよね僕がさ、これ脱線するから、俺が喋らせてくれ。短くなるんでしょ。そうだよ。分かった。じゃあ、ちょっとひたすら、次は専業主婦について一石を投じさせてくれない。専業主婦についてというトークテーマで1時間か2時間ぐらい喋っとけば30分ぐらいの動画が出来上がる。そうだよ、OK、いや、めちゃくちゃ今脱線したせいでこれでしょ、使いづらくなってるね。そう、これで今俺が引き止めずにその飲む話に変わっていくから、引き止めなかったら、引き止めなかったね、じゃあもう今ので、ね、あの一石投じる前でぶつって切られるんだよ。じゃあ投じて、そんで、熱量がさ、食べちゃうじゃん、話のこの人のせいで